いや、皆さんこんにちは、バンでございます。お元気ですか？最近ちょっと初心者向けのこともきちんとやり直さないとなって、誰でも最初初心者だからね。俺も初心者だったよ、そりゃそうだよっていう感じがありまして、一つだけ告知させて、11月9日なんで、もうあとちょうど1週間後に人物撮りをやってみようワークショップですね。ちょっと今回撮影会寄りになっていて、ひたすら撮ってください、どんどん撮ってください。もちろんモデルさんはね、別で設定して、私は撮ってもいいですよ。撮りたい人いないと思うけどね、撮ってもらって大丈夫なのに、撮って撮りながらどうしたらいいとか、こうしたらいいよとか、俺はこうするよっていうのをフレキシブルにぐるぐる回していくっていうのをやりたくて、ちょっと今回そんな感じです。あとね、あとお二人参加できるので、ぜひよろしければどうぞ。そんな感じでございまして、今日はね、データのその保存というか、データの削除とか、あだこうだ、データの扱いだよね、どうするっていうことをざくっとまとめてやろうと思います。特に初心者のお友達でその辺悩む人がいるかなというふうに思うんでね、こういう切り口が成立するっていうこと自体、私はあまりに中級者向けのことばっかりやっていたんで、ちょっと忘れておりましたけども、そのあたりをお話をしようと思います。できるだけ短くするよ、10分切るかな、頑張ります。データをですね、仕事で撮ってる時に、私最初カメラマンをやったのが前撮り屋さんっていうところで、前撮り屋さん男子は知らない人多いんだけど、女子は大体知ってるよね。結婚式を洋装でウェディングドレスとかでする人が、お嫁さんとかが、白むくとか打ち掛けとか、要は着物の花嫁衣装も着たいって、でじゃあ写真だけでも撮っておこうっていうのを提供するサービスです。そういうのやってました。そういうのやってたというか、そういうところで働いてました。そこが私のカメラマン仕事の第一歩でした。なんかいきなり最初人物だったんですよ。いい経験をさせてもらいましたね。待遇はさせてよくはなかったですけどね。そんな感じでございまして、そうやって始めたところで、そこからまあつながりがあったんで、ブライダルやってみるかって言って、ブライダルに行って、途中で疲れて俺はもう無理だって言って、まあいきなりスパッと できないんで、じわじわ商業側に仕事を切り替えて、取材とかね、そういうので切り替えていったっていうのが私のカメラマン人生でございます。最近は写真を教えるのがメインなんだけど、お仕事を直接受けて商業撮りなんかもあります。営業写真ジャンルも本当にやらなくなっちゃった、これ適正です。向いてる人もみんなの中できっといるからね。でそんな中で、お仕事で撮るということはデータが第一なんですよ。つまりその写真を趣味で撮っていると、撮影行為が大体一番楽しいでしょ。人によってはね、これ面白いのは、人によっては俺自身は趣味で撮ってる時は撮るのが楽しいんでね、で撮るのが楽しい、でその後老現像するときに、パソコンにデータを取り込んで、老現像しながらチェックをしたり、最近はセレクトザーッとしてピックアップしたやつだけ老現像するようにしてるんだけど、そうやってチェックして自分の撮影がどうだったのか、よかれか私的に確認していくのが楽しいわけですよ。ところが人によってはその辺に興味がなくて、撮影そのものに興味がなくて、出力したデータ、出来上がった1カットをどうするか、それで評価を受けるかどうかっていうところに、その写真の楽しみのピークを持っている人が、それも全然自由だからね、もういるし、そのもっと手前でカメラが好きっていう人もいるから、いろんな人がいて写真って面白いんだけど、何はともあれ、お仕事度が高くなればなるほどデータの保全がすごく大事なんですね。でよく言われた、最初言われたのは、現場でデータを消すなっていうのを言われました。ブライダルなんかで、そのブライダルで特にザバッと受けよう、ザバッとじゃ伝わらんか、なんて言ったらいいんだろうな、カメラマンはまあまあ誰でもいいんだけど、現場がいっぱいあって、要は結婚式場と提携しているような写真会社とかだと、会場がいっぱいあって、案件がいっぱいあって、とにかく誰々さんじゃないととか言ってる暇が、そんな余裕がないから、もう一定以上取れそうな人であれば現場ぶち込んじゃえみたいな、研修期間があったりするんだけど、そういうのが多いわけです。だからギャラとかも一律、待遇も一律で、で決して良くなることはないんだけどね、そういうところは基本下がっていく一方ですけども、そういうところでそのいろんなカメラマンがいるんで、慣れてない人いるんで、一律のルールが押し規制で着せられるわけですよ。そういうところで言われたのは、現場で消すなっていうのがとにかく言われてて、カメラによって、最近はそうそうないんだけど、その写真再生するでしょ、撮った写真再生で、背面の記者でね、見て、そこで1枚削除と全部削除が並んで出てきて、スルスルっとふわふわっと全削除できちゃったりするやつがあるでしょ。でそれで消しちゃう人が一度、そういうシステムでやってるところって、一人でも出たり出そうだなっていう時は一律禁止するんだよね。でもね、正しいと思う。俺もね、現場ではあんまり消さないようにしてます。ニコンのカメラを最近使ってるんだけど、
ニコンのカメラってその何再生して削除削除って削除ボタン2回押してそれ消せたりするんだよねっていうのがあったりして、俺的には結構好きなんだけど、あのスナップの時であれ仕事の時であれ、あのあんまり現場では消さないようにしています。特に仕事でシビアな時は現場で触らないね、その辺はね。むしろ現場でそのデータ保全として気をつけてるのは、可能な限り現場でバックアップ取っちゃうっていうのを、特に長丁場の撮影でやったり、特にその机を割り当ててくれて、あのここにパソコン置いていいよっていうのがある場合はそうしてるっていうか、撮影に入る時点でバックアップ取りながら進めたい。あとまあできることならね、バッテリーも充電できる環境にあると、あとまあ丸1日とか丸2日3日とかですよの場合は安心なので、あの予備のバッテリーを何かの間違いで充電空のやつを持ってきたりすることがたまにあるんですよ。まあ稀にだよ、数年に1回とかだけど、あこれ意外と電池空だったなっていうのがあるから、で予備電池を3本4本持っていくんだけど、その辺も見越してね。でもそれもまあ現場で充電ができれば、長丁場の場合って取ってる間に充電終わっちゃったりするんで、っていうのができたりするんで、データの充電、データのバックアップ、例えばね、パソコンに、こまめにパソコンにメモリーカードを入れて、データを、まあ、ライトルームなりなんなりで、あの、吸い出してっていうことができると、より安全でしょ。もうすでに現場で二重にバックアップができる。二重にバックアップっておかしいのか。まあ、メモリーカードと、まあ、のパソコンのハードディスクっていうことができるんで、それが安全でいいよねっていうふうに思うんで、消す方向よりも増やす方向に、行った方がそのよりシビアな撮影の時は安全だし安心だしっていうのがあると思います。でこっからは私がやっているわけではないんですが、メモリーカードを大容量1枚派の人とこまめに複数派の人っていうの、これはね両方いるんですよ。で特にカメラが SD カードの場合は、あの α7-3 かなんかの時に問題になりましたけど、 α7-3 ってデュアルスロットで、デュアルスロット派の人とシングルスロットで十分派の人もいるのね。いろんな人がいるんだけど、まあ、それぞれね皆さん安全なやり方でやればいいと思う。 α7-3 の時はデュアルスロットにすると、処理が両方ローローかなんかで書き込んだりすると、詳細なのはねあれなんだけど、するとその要はその熱でデータがいまいちこうちゃんと書き込めないとか遅くなっちゃうとか、人によって消えちゃったという人もいたんだよね当時、っていうのがあって問題になったりしたことがあったんだけど、俺個人としては XQD とか CF エクスプレスタイプ B みたいな硬いやつねであればシングルスロットで十分ですよ、その代わりできることなら現場でこまめにバックアップしますよねっていう考え方をしています。なので俺は個人のやり方ね、個人のやり方なんだけど、デュアルスロットっていうかカメラで撮った時点で2枚記録にしておくと、両方に同じローとローとか、まあ、JPEG 撮りの人は JPEG と JPEG とかっていうのは安全ではあるんだけど、私個人としてはそこはあんまり重視していないです。カメラメーカーは結構信頼してます、カメラの中のデータが消えたっていうことは、まあ20年ぐらい写真撮ってる中で1枚ローがぶっ壊れてたとかっていうのは稀にあるんだけど、だいたいメモリカードが古い時なのねっていう時なので、まあそういうことはその危険な面にあったってことはまあないんで、消しちゃったのは自分のミスで消しちゃったってことはあるんだけど、まあそういう感じですよ。なので、個人的にはシングルスロットでいいので現場で消さず、メモリーカード多めに持っていって、どんどんメモリーカード消さずに取り足しで行くの、何日のイベントであってもできる限り取り足しで行く上に、現場にできることならパソコンを持ち込んでこまめにデータをバックアップしていくっていうやり方が、個人的には おすすめということじゃないんだけど、個人的に実践してきて、まあ失敗しにくい方法だなというふうに思ってます。プラス1日の撮影が終わったら、そのパソコンからさらに外部のその外付けの SSD とか、まあ最近 SSD がいいね、あれ回転しないからいいね、ハードディスクはね結構定期的に壊れてますね、やっぱ回転体なんで、飛行機移動とかが多いと結構すぐ壊れるね、1年持たないぐらいの印象だったんだけど、最近 SSD になってだいぶ持ちますねっていう風になったので、さらにバックアップを取りましょう。なので現場行ってまずは一時データがあり、休憩の時とかに、まあそのパソコンに2時だよね、2時データやって、その後お宿で3時データっていう形にしています。なのでまあね、その仕事終わってからバンちゃん飲みに行こうよとか言って、俺酒飲まないしいいよっつって全ことはほぼ飯とか食いに行ったことほとんどないのよ。
もうそれでもう仕事をもらえるからありがたいもんだよね、本当ね。現場の皆さんありがとうございます。ごく一部見てくれてる人も多分いると思うんだけど、イベント取り関係者でね、ありがとうございますって感じで、そういうふうなんで、まあ、とにかくデータは消さない方向でいきましょうっていうのと、可能ならそのデュラス、俺個人としてはデュアルスロットかどうかよりも SD カードじゃない方が多分安全じゃないかなって個人的には思ってる。人によると思う、どのメディアをどれぐらい信頼するかとか、どのメーカーをどれぐらい信頼するかは本当に個人の問題なので、カメラのね、基板側の問題で、あの堅牢なメモリーカードであっても、しかもデュアルスロットであってもデータがぶっ壊れることもあるとは思う、あるとは思うので、そこは皆さん最後は個人の判断ということになると思いますけど、 SD カードでも、あとお友達で SD カードとかの、まあ、メモリーカードのその抜き差しがその故障とかデータぶっ壊れの原因になる。確かに SD カードとか華奢だから、 SD カード自体がパキッと割れちゃったりとかしたらね、その抜き差しの時にあって突然子供がパペッとかつって言ってバヒッとか行く可能性ないとは言えないから、そういう意味ではまあ XQD とかね、あの CF エクスプレスタイプ B とかの方が、 A よりも B の方が多分頑丈だろうなというふうには思うね。静電気にもなんか強そうじゃん、端子出てないからっていうのもあるね。 SD カードのね、あの端子むき出しのあれでところに静電気パチンでデータ飛んじゃったっていうの聞いたことある。そういうのは業界でね、やっぱみんなで共有してより安全にやりましょうっていういい風習があるのね。そういう、あの、そういう風習はぜひ今後も残ってほしいと思うんですけども。まあ、そうないというか、もう気をつけましょうですね。金属のとこ触ってから、ね、電気逃がしてから SD カード触りましょうし、お友達によっては抜き差しが危ない。まあ確かに SD カード抜いた後の金属剥き出しが、端子剥き出しが危ないんで、カメラから出さない方がいいって言って、カメラに USB のケーブルをつないで、そこからあの、まあ、要はカメラをカードリーダーとして使って、パソコンにあの読み出していくって人もいる。そういう友達もいる。もちろんそれは尊重するんだけど、俺は撮影してない時に、カメラのバッテリーがどんどんなくなっていくのが管理上ややこしい感じがするので、要は俺の中ではその撮影が終わった時点の電池メモリで、その日、例えば2日3日にわたるイベントで1日終わったで、その撮影終わり時点の電池残量で頭の中で把握してるから、その後カメラにメモリーカード、カメラをパソコンにつないでカードリーダーとして電池を消耗されると、なんか気持ち悪い、まあ慣れてないだけなんだけど気持ち悪い感じがするので、まあカードリーダーで抜いていくかなっていう風にしています。で SD カードを使うのは基本的に今はもうメインがニコン機になったので、ニコン Z ありがたいことに CF エクスプレスタイプ B が、まあ XQD ね、はしご外された XQD ばっかりなんで、まあ壊れんと思うよあれはっていうぐらい信頼してるので、遊びの時にばっかり SD を使ってるので、遊びのデータでもまあ壊れたことないけど、丸ごと静電気でパーとかね、1枚丸ごと静電気でパーとかっていうのは経験がないんだけど、まあ遊びのデータならね、まあいいかなっていう感じがするので SD を使ってるというのもあります。なので皆さん、どんどん自分に合う方法を開発してねっていうのと、最後にもう一個だけ喋らせて、その今ね、なんかキックスターターかどっかのクラファンサイトでクラウドファンディングの募集始まってるんだけど、昔からあるエプソンとかがちょいちょい出してた、パソコンを使わなくてもメモリーカードを挿してボタン一発押しで自動的にバックアップしてくれるみたいなやつがちょいちょい出るんですよ。ちょいちょい出るんだけど、エプソンとキヤノンが昔出してたやつはハードディスク160ギガのやつ内蔵とかそういうレベルだったんで、ハードディスクってねダメになっちゃうんであれだったんで、でその後もちょこちょこいろんなメーカーからよくわかんないのが出てて、アメリカ市場では5、6万円ぐらいするやつだったか、まあ、今ねあの円安でもっと高くなっちゃってると思うんだけど、があったのが、新しいのが今度なんていうの、 SSD のあのペラペラのやつあるじゃないですか、ラムみたいなやつを2本差し込んで好きな容量で作ってねみたいなキット型になってるやつでデータバックアップするやつがあるのね。あれ気になるは気になるんだよね、気になるは気になるんですごくいいなとは思うんだけど、ただ結局データ見たいじゃないですか。この間もあの奈良に行った時の2日目ずっとそういう話をしてましたけど、申し訳ないしてましたけど、結局取ったデータ、前日とか当日とか取ったデータが自分の撮影がどうだったのか確認したいっていう欲があるんで、やっぱ何かしらその Windows でも Mac でも Chromebook でも何でもいいんだけど、まあ液晶がついてるやつでバックアップして、ついでにデータのチェックをしてっていうことをやって、そこから SSD 外部 SSD にっていうのが
個人的には一番合理的なんですよねっていう風に感じるので、その辺もね、皆さんこんな風にやってるよとかね、こんな危ない目にあったよっていうのがもしあったら、写真始めたばっかりのお友達も結構ねいらっしゃると思うんで、ぜひアドバイスも含め書いていってください。それじゃあまた。